すいません、カメラ回ってるんですけど。ジャッコ、みんなのアイドル恋しだよ。いきなり始まるんですか？そうですか。もう、別にいいじゃん。新しいの格好したお兄ちゃんのくせに。それ言われちゃうと何も反論できないんですが、それは。メンタルボロボロだから、先に進めててくれ恋し。はい、お兄ちゃんに任されたから恋しが言っちゃいます。お兄ちゃんのチャンネルを見てくれる人がいっぱいいるから、お兄ちゃんが質問募集をしたいんだってさ。ノリが軽すぎますよ、恋しさん。お兄ちゃんうるさいよ。はい、すいませんでした。そういうことだから、みんなの素朴なこのチャンネルへの疑問を、ぜひコメント欄に書いてね。一応注意事項だけど、このクソ主を困らせるような質問、仲のいい同じ投稿者以外の名前を出すのはやめてちょうだい。あとは常識の範囲内なら。って感じよ。霊夢さん、いつからそこに？小石に呼ばれただけよ。何か文句でも？いや、なんでもないです。期限なんですけど、この動画が投稿されて7日以内のコメントを動画にしていきます。それ以降のコメントは動画にはできないので、ご了承ください。そして、1人2つまで質問を OK とします。さすがに多すぎると答えきれないので、ぜひぜひ質問をお寄せください。はい。コミュ障すぎるでしょこいつ。重々承知しております。それと、ゲーム実況をするかもしれないから、質問募集以外の情報はコミュニティでお知らせするわね。ああ、それと、みんな気になっているであろうあの情報もここで公開しちゃうわね。霊夢さん。私たちも出演してる悟りシリーズの総集編は、視聴者のみんなが夏休みに入った時に公開予定よ。大人気シリーズだったから、ちょっと時間がかかっちゃうけれど、新シリーズでも見て待っててちょうだい。そういうことだから、みんな楽しみに待っててね。お兄ちゃん頑張るから。公開確定なんですね、わかります。だって、お姉ちゃんとあんなことやこんなことしたくせに、今さら弾けないでしょ。それに、私にだって。先、後で私とお話ししよっか。すいませんでしたー。はてさて、これからどうなることやら、質問コーナーと悟り妖怪、居候します。総集編をお楽しみに。